この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し、魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。すごい久しぶりで、久しぶりです。もうなんか操作もよくわからないし、もうお前何の番組だったっけ感じになるぐらい、多分1ヶ月ぐらいお休みしてたんですが、ね、生きて帰ってきました。はい、はい、おかえりなさいませ。生きてくるあったんですけど、まあ、その話すると長くなっちゃうんでね、うん、でも元気が一番。本当です。そんなこと言ったら、ね、健康が一番一番。そうそう、全然元気ですよ今、はいはい、今日も夜飲み会入ってますし、はい、いいですね。うん、そうということで、もう僕もすっかり短パンになってますが、本当ですね、夏ですね、はい、夏ですね。皆さんもう1ヶ月あないうちに、まあ、まあ今梅雨か、一応。そうですね、結構早く梅雨に入ったから、ね、うんうん、今年ね。どうですか最近のこの暑い、みやみやと暑いですか寺井さん。蒸し暑いですね。蒸し暑いよね。蒸し蒸し、もうほんと汗出てくるよね。ずっと汗出てます。でももうほら、僕がいない間にいろいろイベントやったりとかイベントあったでしょ。イベント、いや多分ほら、ここで2日ぐらいやってたでしょ。2日ぐらいやってませんでしたっけ、あのほら肉祭り。あ、そう、多分あの頃から僕出てないから。そう、あれの告知をしてた時、1ヶ月前か。そうか、そうか、あれを告知した回が僕最後だった、はいはい、最後だった。記憶からこう薄れてってましたけど。そうそう、その後に梅雨入りしてね。あ、やりました、やりました。あの話をした後はもうちょっとあの、うん、編集しながら聞いてたんで、うん、あ、チッフィーそうかとか思いながら。なるほどね。完全にリスナーになってましたね。そうなんか俺がいない間結構盛りだくさんとか思って。ね、あのレポートがあったり、はいはいはい、いろいろね。そうそうなんですよ。蒸し暑い。で今日も盛りだくさんなんです。そうなんです。ちょっとこんな食べてる場合はない、はい、食べてる場合じゃない。うん、まあ、言いたいこともいっぱいありますけど。そうね、あの、はい、サンクチュアリの話とかね、まあ、これも飲みながら話さないといけないから。そうか、うん、じゃあもう蒸し暑いから、はい、早速いきますか。行っちゃっていいと思います。はい、はい、じゃあいろいろ慣れ染め聞かないといけない。慣れ染め。違うか、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 おっさんになってる。違うか。新しいジングルとかに慣れた、慣れた、うん、まあ、慣れてないよね。北斗さんより慣れた。俺が慣れてない、なかなか。でもそうだね、今まで収録の時は流れてないからね、うん、ちょっとまだ違和感がありますけど ね、うん、まあでも、はい、このタイトルがもう慣れてきたし、慣れてきました。ちょで、はい、ちょということで、今話題のあのコーナーから、はい、タイトルコールは神ちゃん、じゃあ、はい、お願いします。週刊チッフィー。お、僕がいない間に新コーナーが。そうそう、新コーナーを今日はね、第2号で、2回か、はい、あ、そうか、2号ですね。増刊号、増刊号、はい、そうはい、ということでね、増刊号だったね、ごめんね。増刊号からの2号ですからね。今日第2号、2週目ですね、はい、じゃあマイクをね。ここどんな趣旨のコーナーなの、どんな趣旨のコーナーなんですか。あれです、うん、あの地域おこし協力隊としてのチーフィーがね、あの今月で終了ということで、6月いっぱいで、6月いっぱいで任期終了ということで、3年の任期が、そう、3年の任期を振り返ろうと、うん、そしてから3年か、うん、そしてこう、これからのチーフィーをみんなで、あの、応援しようという、うん、あ、僕たちは振り返らなくていいんですか。ん、僕たちは振り返らなくていいんですね。振り返らなくても、うん、いいですね、はい、わかりました、わかりました、うん。そうそう、じゃあこれなん、どういう形式でも勝手に喋るんですか。そう、喋っていくかの、まあこういろいろこう聞きながら質疑応答も含めて、2年目、今日は2年目のチーフィーを振り返ろうというところでね。1年目の、じゃあ来週は3年目の、いよいよクライマックスを迎えて、そう最終回、一番最終回は今後のチーフィー。あら、素晴らしい。ちょうどね、あと3週残ってます。僕がいない間に素晴らしいコーナーができて。はい、じゃあマイクをお渡ししますね。マイクを渡しましょう。いただきました。はい、じゃあ、まあ1年目はざっと何だったんですか。もう、まあ、まず なんか地域になれる的なやつだったでしょ。あ、そうそう、地域になれる、うん、あとそうですね、なんか広報誌に載りました。あ、なるほど、うん、なるほど。美術散歩オンラインでやりました。あ、そっか、オンラインね、うん。2年目、まあ7月がスタートになるわけでしょ。そうなんです。だから2年目の夏からってことですね。2年目の夏はですね、うん、あれをしました、あの、うん、串カツ屋さんとコラボ、ね、何それ。僕覚えてない。なんか大丸、そうそう、大丸、なんか中澤氏がなんか大丸となんか協定をなんかね、うん、結んだんですよ、うん、なんていう大丸って、あのデパートの大丸、あ、そうです、はいはいはい、博多の、
天神の大丸と、うん、でなんかそれでせっかくやしなんか一緒に企画できないかなって言って、うん、なんか串カツ屋のカツっていうお店とちょっとコラボさせてもらって、あのなんか南畑の野菜とか、うん、そう使ってそうそう串カツを2週間ぐらいかな、なんかそうですね、お盆期間、ねぐらいに当てたあ、それはあっちにお店の方に出向いて食べるってやつ、ね、あ、そうです、お店となんか地下の下の持ち帰りコーナー、そうそうそう、結構ね、食べてもらう、うん、誰か食べた、食べてないな、ちょっとなかなか足が向こうに行かなかったね、うん、都会の人に、まあ、なるほどなるほど、食べてもらえる、お野菜って基本的に具体的に何のお野菜が並んだんですか、ナスとかアスパラとか、うんうん、そうね、いろいろズッキーニとか出したかな、あ、出てたかも、うん、あとはあのお豆腐じゃないや、あ、そうね、アイシュトットさんの岡山豆腐とか、うん、あとちょっとね、丸三種類の味噌も使ってもらって、味噌汁とか、いや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 、美味しそう、そう、結構いろいろね、中川のいろんなところの食材だったりとかを、うん、串揚げ串カツ串揚げ串揚げ串カツ、なんかソースつけて食べるやつ、まあ、そうです、二度漬けしなしちゃダメなやつしてもいいと思う、二度漬けしちゃいけ、自分のお皿につけばね、自分のお皿にあるパターンだったんで、ね、ちょうどその時期に多分緊急事態が出て、あ、そんな時期だよね、確か夏とかだった、なんかそんぐらいやった、え、それはコロナなったばっかりの夏じゃ、2年目だよね、2年目の夏、じゃあもうチーフィーが来た7月っていうのはもう1年前の7月はもうコロナだったのか、最初からコロナがあったから、あのなんならあのよし移動しちゃえって思ったんで、そうかそうか、そうやったね、そうだから、まあもうコロナ2年目ってことか、うん、はあ、でもなんかあんまり覚えてないね、いや覚えてないですよね、その頃なんか何したかな、あとはですね、うん、あ、多分誰もこれも知らないと思うんですけど、誰も知らないの今、いやちょっとやった記録を見てたらですね、なんかラジオ、うん、ふるさとウィッシュのラジオに出てましたね、はいはいはい、見てたら、おー、それスタジオまで行って、電話出演みたいな、あー、なるほどなるほど、なんか喋ったり、そうね、ふるさとウィッシュがあの頃もう一回なんか2週目みたいな感じで来たんじゃなかったっけ、うんうん、あ、これは絶対覚えてますよ、あの紀藤さんが、あの子供園の胸上げ式がありました、一緒に持ち前かね、チフィーとちょうど一緒だったんだ、そう、そう、まだだから、あの今ね、綺麗に建ってる建物が、ね、うん、そう、たまたま見学、僕もなんか持ち巻きするんでってなんか1日2回とか言われて、うんうん、午後の部だったかね、なんかどっちかに見学しに行ったの、 すごい天気良かったの覚えてる、うん、ほんで、え、じゃあ登ってくださいよって言われて、二人登らされて、あの巻きました、先生がほらいつものようにギター で、うんうん、でみんなで大合唱みたいな、そう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 手のひらを太陽に大合唱、あー、やってた、そうだったかも、そっか、あれがだからその年に工事してたってことだから、そうそうそう、まあ、その次の春に開園してるのか、うん、ね、だからまだできてね、そう1年、まあ立派な、もう今はね建物が建ってますけど、うん、そうだ覚えてます、あとはそうですね、美術散歩が初めて私たちが来てからは、うん、あのリアルで会ったりとか、あ、そうそうそう、去年その前の年はオンラインだったので、そうか、そう、あ、こんな感じでそう人がいっぱい来るんだってこの時亀ちゃんが実行委員長だと、あ、そうです、そうです、でしたよね、私は1年目の年だった、あ、そうか、もう亀、はい、亀ちゃんが何月着任なんですか、2021年の4月、あ、じゃあもう今この時はいるんだ、亀ちゃんがいるんです、なん2人体制になってるんだ、そうそう、いるんです、この2年、私が2年目の時はもういる、うん、そう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 、じゃあこのラジオも大体このメンバーになってたってことだね、そう、出てます、ね、うん、そっか、そっか、感慨深いね、ね、早いですね、なんか早く次行けみたいな顔してるよ、なんかニヤニヤで、2年目ね、うん、あのその頃ってあのその頃その頃はその未来の旦那様とは出会ったんですか、その頃はなんか急に芸能レポーターみたいな顔してニヤニヤしてるけど、ね、まだ出会ってないんじゃない、まだ出会ってない、まだ出会ってない、知り合い、お知り合いではあるでしょう、いや、でも、本当になんかあの、あ、前回ね、多分言ったんですけど、 あの、うん、中川の何でしたっけ、阪急の、阪急のね、あれで多分あイベントで、あの最後あつしさんとかも来たやつ、そう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 、1週間ぐらいやってたよね、あれ結構大変だったもんね、そこに普通にお客さんとして多分来てフラッと来たので認識して、あ、そんなあれなの、前から知っておいたのか、会ったことも
なかったです。そっか。で、2年目のそのチーフィーの時に何となく私思い出してきた。何？あので結構盛り上がったんだよね。リアル久しぶりにそのコロナ挟んで、で美術散歩、あのもうイベントみたいな。イベントをちゃんとね、こう作家さんのその、うんうん、作品を見に来る人たちがわっとこう、うんうん、来られて南畑にたくさん、うんうん、でそのねサポートをね、その未来の旦那さん入ってくれたんですよね。確か違いました。当日の運営、ね、うん、サポートで、ね、そうそうそう、当日ね来てくださってて、サポートして、そうそう、うん、で自分の地元にまたこうやって人がねいっぱい来てくれるのが嬉しかったと、うんうん、感じられて、うん、あ、またちょっとこういろいろサポートしたいなって思ったんじゃなかったでしたっけ、うん、そうそう、多分そう、ね、そうなのかな、うん、そう、多分なんかちょうどいたから、あ、うん、そうそう、でもなんかちょうどあの協議会に入ってくれたらいい感じそうだなって、うん、ほら、カムバックみたいな、うん、でお誘いしたんですよね。そうそうそう、チーフィーがね、うん、そうそう、それで連絡して、そうそう、そうで寺井さんも一緒にね、あ、飲みに行きました、ね、そうそう、飲みに行ったんですよ。あ、お邪魔だったんじゃないの。いやー、かもしれない。そう、もともとね、その彼とはあの、はいはい、私も移住したての頃からあの、うんうん、お知り合いになって。あ、寺井さんは古くから知ってるけどね。そうそうそう、はいはい、古くからって、でもそんな 4,5 年前ぐらいですけどね、うんうん、で知ってて、うんうん、マイクは伝わりちゃったよ、私。で、あの、まあ、ご近所だから、いつか一緒に飲もうねって話をずっとしてたんですよ。あのね、地元の人とも私も仲良くなりたかったんで、ね、世代も大体、ね、うんうん、似たようなところだったから、で、あの、いつか飲もう、いつか飲もうが、なかなかこうタイミングが合わずに。なるほど、なるほど。で、で、その、ね、チフィ2年目の時の美術散歩終わって、うん、もう、まだほら、公にこう、そんなに、ね、あのみんなでこう飲み会ってできない、まだそんな時期だったけど、まあこうこっそりってあれだけどね、うんうん、個別にね、ちょっとこう、あのこじんまりとこじんまりとこうね、すげえ思い出してきたね。思い出してきた。結構ディテール思い出してきたね。そうそう、ちょっとね、一緒にご飯ね軽く食べようみたいな、飲もうみたいな感じで行った時に、あらららら、で、どっちが誘ったっけ。あ、たまたまかな、たまたま私がそのチーフィーも一緒に誘ってもいいみたいな、うんうん、だったのかな、うんうん、で空いてるって連絡したら、うん、あ、今日あのまだご飯作ってないから、ら一緒にいいですか。その時にご飯作ってたら大変なことになったね。ナイスアシストじゃないですか。ほんま紙一重やったかもしれない。本当ね、今火つけて、あ、数分の差でしたよ、数分の差。で、あ、じゃあ後から合流しますって感じで、で3人でね、あの某あの居酒屋、温泉がある居酒屋さんにね、寺井さんのフェイスブックによく上がってくるんですね。そうそうそう、うん、そこでね、うん、一緒に3人で、ね、飲んだんですよね、ご飯食べてね。おやおや、 その時どうでした2人は。めちゃ気になる。もう本人マイク持ってないからもう何でも言えるよ。何でも言っていいよ、うん、彼女はそうでもなかったんかな。まあ別にね、特に意識はなかった風な感じですね、地域の人って感じですかね。でも彼的にはちょっとね、お、もしかすると、なんかこう、可愛いなみたいなね。ちょ、もう来週は彼を呼んだ方がいいんじゃないですか。逆にね、ねえ、もうチーフィーはなかなか口割らないから、多分、うん、口割らないかしらね、その時。いや、その時そう思ってなかったかも、いや、正直そう思ってなかったかもしれないね、まあ、彼の方から先にそう思ったかもしれない。そう、なんかね、そんな、うん、雰囲気があったのかもしれないですね。かも、かも、うん、これちょっと推測ですけどね。推測ですけどね、憶測から出ませんけどね、うん、そっか、あれが2年前か。そうですね。すごい重要な位置づけじゃないですか。そうそう、思い出した。これ結構大事なとこなんですよね。だから、もうなのかな、わかんないですけど。そう。で、その日はまあ普通にそれぞれのお家に帰ったっていうだけなんですけどね。うんうん、あ、ここだ。え、ここなんですか、本人は。ここ、なんですかね。きっかけはここじゃないですか。まあ、そうですね。なんかその後から連絡がもらったような。ほら。ちょっとあんま…3人のグループラインじゃなくてこう個別、個別のグループラインできなかった。個別のグループね、3人で行ったのはね、グループラインでお疲れ様でいいじゃない ね、 そうね、違った。うん、外された外された。そうね、そうよね、ちょっと外された感があるよね。そうですね、おかげさまで。まあ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 、僕は男性側の目線としてね、はいはい、うん、なるほどなるほど、みたいな。なるほどなるほど、みたいな。
まあ多分その全貌はなんかこういずれ分かってくると思うんですけどね。全貌いつ分かるんですかこれ。あの多分来月ぐらいの。ああそういうことね。ああ、ね、結婚式とかで分かると思う。何着ていこう俺。うん、なるほどね。思い出した確かに確かに。そこだ。ですよ。これでもよく、まあ、ちょっとごめんもうあれだけどさ、そのほら7月に予定されてるわけじゃないですか2人の門出が。はいはいはい。あの時はなんかちょっとこう番組でも応援したいですよ、ね。実況中ワンコーナーいただいてもう式の中で俺らしゃべりこの5人で喋りますか。そうですね。式の中で喋る。テーブルは一緒かな。いきなり一緒ですよ。いきなりなんか曲がかかり始めて。テーブル大体一緒らしいんで、ね。あそっか。あのあもうマイク置いとこうか。マイク収録してもらって。なんだ機材持っていく。ずっと収録しとこう。うん、もうなんなら生配信生配信で生配信。生配信まだ今準備が少し遅れてるようで新郎新婦出てきませんとか言いながらパチパチパチみたいちょっと準備が少しかかってるもうみんなお腹空かして待ってますとか言ってっていうね脱線する感じなんですね。あでもそれがだから2年目の夏、うん、そうイベントを通してこうねお知り合いになりまして、あらららら終わってきたねまたあらららら、なのかなって思いますね。うん、少しずつなんかこうね、うん、地域の人との触れ合いが始まったみたいなその言い方まあね悪いことじゃないですからね、うん、全然悪いことじゃないですからね。おかげで消防団の方とかちょっと知ったんで、あー、ね、なるほど、今まであんまり触れてなかったところね。そう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 、結構顔は広がりましたね。あーほらほらそうそういやいやいや、ちなみに付き合い始めたのも2年目2年目、そうそうそう2年目にも付き合い始めたの、うん、ほらだってまあそれが今の飲み会が秋ぐらいでしょ秋でしょ、で、いつ付き合い始めたのよズバズバいきますね気になるじゃんズバズバいきますね。12ほら、秋に知り合って12月だからね。いやまあまあ2、3ヶ月ぐらいのうちに、いいね。まあそりゃそんなもんでしょう。いやそうですよね、あんまりそこでダラダラしてもしょうがない。そうそう、それは間違いないですねスパッと行くときはない。そうそうそう、スパッとね、いい決断やった盛り上がりすぎて熱くなっちゃって窓側の面々が熱がってますこっちの方が熱い、風が抜けてないから私とあのあずあず、ちなみにさ、亀ちゃんはさもうほぼほぼ毎日一緒に行動したりするわけじゃない、気になる気になる、うん、だいたいそうでしょ、うんうん、でなんかそのなんだろうな、こううっすら気づいてた、なんかちゃんと、うん、そうなのよって言った時があるわけじゃないですか、はい、その前になんか気づいてたりしたもんなんですか。まあでも、うん、私より前に多分志保さんとかあずささんとか、はいはい、そのあたりの方が知ってたんじゃないかなとは思うんですよ、うん、私ね多分たまたま本当全く知らずにですよ、なんか彼氏とかおらんとみたいな話をなるほど、ね、したんですよ、たまたま全然何もちょうどこの立ち位置でここの、ね、このテーブルの、ね、斜め斜め側で、はいはいはい、マジでバル覚えてるんですけど、はいはい、であずさずちょうどお休みだったんですよ、たまたま来とってどうなんみたいな話を、いや話も、ね、全く知らないんですよ。なるほどなるほど。そしたらいや実はとか言い出して、12月でそれが1月ぐらいで、で私が2月ぐらいに知ったみたいな感じだと思う、うん、で2月か3月とかだと思います。でその次の年度からあの区長さんがまあ関係のある方に変わるから、うん、その前にその前には言っておきたかった的な感じだった。なるほどなるほど、業務連絡的にね業務連絡的にね。え、じゃあそれたまたまじゃあしおちゃんそう聞いたわけ。はいはい。でしたら、え、しおちゃん普通でいませんよっていう感じ。いやいや、したらなんかいる感じだから、え、俺とみたいな話になってで、そうそう、遠距離かなとかも思ったんですよ。あー、そうだよね。でもしおさんも知ってる人ですよって言われて、全く思い浮かばなかったんですよ、その時は。いろいろ考えたけど、例の彼がで、いろんな人出てきましたよ、方法の人たちとかもいろいろ出てきました。役場の中かなとか、めちゃめちゃいろいろ出てきました。方法にいるかな、不倫になるよ。まあまあまあ、でもね、いろいろ周りの人、めっちゃ出てきて、それとかもう相当おじいさんじゃないですかね。でも違う違うって言われて、絶対思い浮かばんくて、いやそう、で、それ東大元暮らしその人って聞いた時に、意外と身近に、いやそうそう、もう今年一番の盛り上がりでした、その時嘘やろみたいな感じで、まあ、そうだよね、うんうん。じゃあその時に知った、はい、その時に知ったの衝撃的でした。え、この中でじゃあ一番最初に言ったのしおちゃんな感じだと思います。うん、私はね、うん、あ、マイクをぜひ。私はね、あの
寺井さんから聞いたんですよ。あら、口、あら、お口がこれ大丈夫なの？口が緩かった。言っても大丈夫だったの？私はほら、紀藤さんとさ、そのチッフィーと3人でご飯食べた、ご飯食べ行ったことあったじゃないですか。え、いつどこで行ったっけ？なごみ、なごみ、なごみ。もう覚えてない。なごみに行ったんですよ。3人で？ 3 人で。新年会しようや。うん、そうだったっけ？覚えてねえ。あ、その時？そう。で、なんかね、そういうこうプライベートな話にね、だん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 ね、なってきて。この3人で行けばそうなるわな。ね、あの、紀藤さんと、あの、寺井はね、あのもう若かりし頃のその恋愛遍歴のそんな話したっけ、うんうん、ぶっちゃけトークに覚えてないの、あら全然覚えてないそう、はい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 、で、なんか振りのように紀藤さんがチッフィーに最近の若い子はどうなんて彼氏とかおるのみたいな感じ言ったらお、いますよ、みたいな、うん、でえーってなってでも本当、あの、しほりんと同じ流れです。その時寺井さんも初めて聞いたの？そう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 、あ、じゃあ2人ともええになった。そう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 多分その後、私たまたまあのシホリンがいないとかここで仕事してた、あざあざしとーってもう顔が話したい、多分次の日にね、言ったんだろう、それもう、もう抑えきれなくて抑えられないよね。でそこでね、もう仕事そっちのけでちょっとね、盛り上がりましたね。顔だけの話やけどさその頃みんなええって言ってるのちょっとずれてみんなずれて大体1ヶ月、2ヶ月の間にみんな驚いたっていうね、うん、そうです、そうです、思い出したね、ね、私ももうあの寺井さんの顔は忘れられんもん今と同じような顔で嫉妬っていうね、いやもう衝撃で、うん、ワクワクしました。ほんとほんと、確かにね、うん、確かに ね、まあそっからトントントンとこうねそう、トントントンでしたね、あっという間にね、そうですね、あっという間に、はあ、気がつけばなんかさらっと言ってるけど、え、なんか今まで2人でほらちょっとドライブ行ったとかあるじゃないですか、なんかそうですね、なんか印象的なところはどこに行ったんですか？印象的なところ、どこかいな、大変だった、なんかもうあれ大変だったのよみたいなとかさ、あんまり聞きたいよね、なんかそうですね、あの時は大変だったのよみたいな、え、なんかほらご実家が長崎の方じゃないですか、はいはい、やっぱ初めて長崎の方に一緒に行ったとかもあるわけですか？行った、いつ行ったんだろうなもうあの窓側の方々暑がってますもうずっと寺井さん仰いでるもんねカメちゃん結構涼しいんやろそこあ、めっちゃ、でも風ですから、いやもう密集し9月、でもそもう3年目ですよ、うん、それこそ、そうそう、3年目、あ、そうなんだ、それまでは行かずに、行かなかったですね。あ、でもロゲニング来てましたよね。そう、ロゲニングぐらい、そう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 、ロゲニングやったじゃない、9月やりましたね、そのぐらい、今年か、そうそう、その前の日とかに、去年、うん、そうそう、うん、うちの親は、あー、なるほど、うん、これ、このコーナー何の BGM 流したらいい？なんでしょうね、うん、どんな音楽あれか、あ、じゃあもう最後新婚さんいらっしゃるやろうここで三枝さんみたいな、三枝さんみたいな、もう今変わっちゃったのよ藤井さんだらしい、変わっちゃったんだ、そうだそうだそうだ、藤井隆さんがやってるね、 今若い子、最近見てないな、うん、あ、女の子も変わったの、変わりました、あ、あの眉毛のそうそうそう、あー、うん、誰だっけ、あー、名前分からんけど、まあ、そんなことはさておき、はい、いやいやいや、もうあの結構時間はいい時間になってきましたけど、まあでも2年目のもう一気に盛り上がっちゃいましたけど、やっぱもう2年目のね、協力隊としてやったことでそれだけなんですか？そうそう、大仕事、大仕事でした、準備してたぐらいで、大仕事、そうそうそう、プライベートが忙しくてあんまりやってませんみたいな、そうそうそう、それはちゃんと仕事もしてた、ちゃんと仕事もしてたから、ちゃんと、そうそうそう、そういうことですね、うん、なるほどなるほど、今がある、うん、もうまさにそういうことですよ本当に、いや、そんな感じです、まあ、もうじゃあ2年目のもうクライマックスはそこでございますわ ね、うん、ね、そんな感じで、まあよかったね、これもまあなんかこう、ね、わかんないですけど、コロナとかがあってもともと来たのもそれがきっかけになるし、なければ多分来てもないし、元の仕事続けてたかもしれないしね、うんうん、いやー、何が起こるかわからんもんですな、本当にすごいご縁でございますよということで、はい、なんだっけ、中間チッフィー、中間チッフィー、まあ第2号は、はい、
ちょっとあのピンク色の表紙でお届けしました、ね、ハッピーな表紙でお届けしましたので来週はじゃあまたこのコルビテの最終年度、はいはあ、そしてよその後の話に続くということで、はい、はい、うん、じゃあ一応コーナーこれも引き続きのコーナー、はい、タイトルコールお願いします。南畑の会社訪問。いいですね、そのままのタイトル、はいはい、これはコーナーはですね、はいはい、南畑の会社を訪問するコーナーでございます。そうなんです ね、 、はい、ねびっくりですよね。びっくりですね。でね、もう今月もう週刊チフィーと並んでね、うん、特集してるのが2大特集、はいはい、株式会社クセンブさんなんですよ。聞いてますよ。まさかこんなにね、この伸ばすとは思わなかったんですけども、ちょっとずつ出してますからね、小出しにしてますけどね、もうすんごい内容がね奥深かったんですよ。濃い。なのでちょっと一週だけじゃもったいないなと思って、ちょっと今週というか今月ね、もう特集にしちゃおうと勝手にやっております。はい、許可なく収録というか、その放送することの許可をもらってますんで大丈夫かなと。こんな長く使うとは思ってない。長くで2ヶ月にわたってなんか伝えてるとは思ってらっしゃらないと思いますけど、はい、でちょっとねまた続きの話を。じゃあどうぞ、はい、どうぞ。始めた時なぜ自然薯のとろろのお店だったんですか？自然薯がですね、うん、日本の原産の野菜なんですよ。で今、日本であるのも日本の原産のって20種類ぐらいしかなくて、はいはい、例えばわさびとかみょうがとか、日本がもう由来というか、そう、彼のものがですね、はいはいはい、で、代表の富田がもともとシンガポールでちょっと不動産の 会社というか不動産の仕事をやってて、うん、でその海外でやっぱりそのとろろを食べた時に、うん、そのやっぱり美味しいなと思って、で日本に戻ったらそのとろろがいいなって、とろろ屋さんがいいなって、うん、どうせなんていうかね、ちょっと具体的に言うと働いてたのが当時日系の企業がシンガポールとかに進出を始める時ですね。日系企業、東南アジアとかに大手企業が進出する時に、うんうん、シンガポールの、まあ、物件だったりとか不動産を、仲介するっていうような仕事をしてて、だから結局その食事案内するって、まあ、和食のお店が多い中 で、うんうんうん、でそこでやっぱり出てくるとろろが、うん、和食の中でやっぱり美味しいなと思って、うんうん、もともと中川で生まれ育ってるの で、うん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 、でお父さんがその漁をやってたりとか、まあ、自然薯を掘ったりとかっていうそのちょっと自然に近い環境で育ってるのもあるんで、それでやっぱりとろろって美味しいよなと思って、うんうん、で日本に戻ったらそのとろろ屋さんしようと思ったみたい でその中でその自然薯って日本の原産のものなので、他の一般的にスーパーでは長芋とか、うんうん、大和芋とか、つくね芋とか、うんうん、あれ全部外来なんですよね、うんうん、東南アジアとかですね、はいはいはい、だからやっぱりどうせなら日本の原産のを使って日本の原産の料理屋で使うっていうことは、自然薯っていうのはなくならないじゃないですか、店がなくならない限りはずっと使い続けるから、それがずっと日本の原産が残っていくから自然薯っていうところなんですね。で、このお店が、登録文化財にも登録されたんですよ。で、対象の建物で、それも、まあ、要は何ですかね、築100年以上経ってるんですけど、それを使い続けて残していこうっていうようなのがコンセプトになってるので、だから自然薯とその日本家屋をずっと使いながら残し続けていこうっていう、それでトロールなんです。それはその東区にあるお店。そうなるほどね。そうなんですね。そうなんですね。そういう考えが根底にあるというか、使いながらこう残していくっていうんですね。農家さんの話にもそういうのってつながってるんですけど、農家さんを使いながらっていうの言葉はちょっと良くないんですけど、農家さんにやっぱりこう活躍してもらいながら、で農家さんが生き残る方法とかっていう、
そのフィールドを提供するというか、うん、でそうすることでうちもウィンになるしっていう、だから全部がそういう考え、会社としてそういう考え方になっているような感じですね。もし今そのこの苦戦分さんの麺を召し上がるってなった時に、まあ、そのそういう飲食店さん、もちろんその箱崎とろろとかでも食べれるとは思うんですけど、あの麺だけあのちょっと食べてみたいって思ったら、はい、あの直売店ありますよね。直売店はもう川先生が撮ってます。あの最近あのちょっと聞いてるのがベジハウスさんの中川だと。そうです、ベジハウスさんですよね。はい、で、あとは夢畑ですね。で、まあ、あの川澄さんもそうですけど、夢畑さんもずっと、はい、まあ、前から夢畑が納品してるのもあってですね、基本的にラインナップとしてそのうどんと、はい、ちゃんぽんとラーメンからここにあるやつなんですよね。うん、で、これは醤油麺って米粉の麺なんですけど、この辺とこのぬくなは最近、はい、夢場だけはちょっと納品し、かずみさんですけど最近はちょっと納品してないのがあってっていうのが、あのこの辺をベジハウスさんに納品してます。だからちょっと商品として被らないようにっていうか、ベジハウスさんのところが、まあ、オーガニック系のところもあるので、はい、で、あのこういうちょっと定番のと、ちょっとうちが作る特別じゃないですけど、うんうん、まあ、値段もちょっと高いタイプをベジハウスさんで販売してもらっているという感じですね。そう、そもそもなんで自然薯だったのかっていう話を、ね、はい、自然薯ってね、すごい育てるの難しいっておっしゃるし、かなり高級なものですからね。そうそう、でもね、あの今回その苦戦部製麺所を訪ねたので、ね、販売所とかもねお知らせしましたけども、意外とあちこち中川で殺されてるというところで、はい、皆さんまたね食べてより良さが伝わったんじゃないかなと思います。はい、川澄の里にももちろん、はい、ありますからね。はい、あ、でね、間に合うかな、これ間に合うっていうのかな、今度 それこそあの、うん、以前からこうお話ししてる青い花さん、うんうん、あー、この間のほらゲストも1ヶ月くらい、そうそう、ゲストもね、うん、出ていただいた青い花さんが、ね、今度ね、またあのコリービングタマリーさんでランチ企画をされて、たまたまなんですけど、その苦戦部製麺所のそのうどん、はい、うどんを使ったあの冷しゃぶランチ、そう、中川の製麺所のうどんを使った冷しゃぶランチっていうのを、冷しゃぶランチ、はい、めっちゃ美味しそう、はい、美味しそう、夏に美味しい冷しゃぶランチをね、ちょっと日程いつかちょっと記憶飛んでますけど、ちょっとタマリーさんとか調べてもらえるね、そう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 、調べたら、はい、うん、リビングタマリーか、あの青い花さんのインスタ見てもらったら載ってると思いますので、ぜひそちらも楽しみにされてはいかがでしょうか。今週の寺井のコーナーでした、はい、6月26日でしたね、6月26日の月曜日、はい、ご予約の上、お申し込みください。妄想日から行ったら1週間くらいだな。うん。です。はい、ということで、はい、今週も、なんか毎週盛りだくさんでさ、はい、大変なのまとめるのが。そうなんですよね。うん、申し訳ない。だから、いやいや、いいことなんですよ。ということで、はい、まあ来週、あ、なんだ、はい、なんだ、いやいやいや、もう、あの、うん、ダイジェスト、今週の寺井を言いますとね、はいはい、あの、今週、そう、あの月曜日にね、あの蕎麦道場ついに開催されまして、うん、あの全6回のね、蕎麦打ちの講習を極めようという、はい、全6回って結構がっつりですね。そうなんです、がっつりなんですよね、約半年ね、そう、同じチームで蕎麦を打つという、うん、まあこれがね、面白い感じになりましたよ。はい、で、その中にね、あずあずのご主人も、うん、参加されてまして、はい、リーダーシップ発揮されておりました。あ、本当ですか。はい、あ、詳しい内容は聞いてないですよ、私も。うんうん、もう始まってるんですね。そうそうそう、なるほど、なるほど。自分も仕事中で、実はね、ちょっとね、うん、おこぼれが来るかなと楽しみに待ってたんですよ、お昼の、うんうん。そしたら？そしたらね、来なかった。来なかった。全部食べ尽くして帰る。うちらね、お昼食べれるかなって待ってたんですけど。そうか、ちょっと余ったから食べるとかね。そうそうそう、来るかなと思ったけど。来なかった。来なかった。お弁当も作れなかったんだけど。まだ、6回ちゃんと通して、修行して。バチってなった時に食べるんじゃないですか、うん、でしょうね、うん、でもね、とて
ともなんか楽しそうに来て、すごい月一ですけども、はい、結構そう男性の方が多い感じ。それがね、あのそうでもなくて、あの半々ぐらいですね。でも上は80代かなぐらいのお父さんから、で若い方は30代後半ぐらいの女性とか、幅広いですね。思い出しましたね。ちょっとお見かけしたけど、寺井さんもすごく楽しそうで笑顔が溢れてて、私も一緒に参加してるんです。ちょっとじゃあ食べさせてください今度。うんですね、その前に前に豆腐作れよお前みたいな顔してる。豆腐もね、お父さん頑張りましょうね。サボって1年ぐらいサボってる気がする。はい、ということで分かりました。じゃあそばもなんかいつか食べたいですわね、うん、はい、いつかこうちゃんとお披露目できる日を、分かりました。ということで、はい、じゃあまた来週は引き続き週刊チッフィー、さらに掘り下げていきたいと思います。ここら辺の人たちが掘り下げていきたい。そうですね、ちょっと記者の方がちょっとまた気温が上がりそうな。そうですね、はい、ちょっと薄着でいきましょう。はい、そうしましょう。みんな短パンで、はい、短パンで。ということで今週の南畑物語これにて終わりです。はい、じゃあまた来週、さようなら。